豚に扮して虎を食う狩猟欲の男パート2。たった1年で彼は業界のトップに上り詰めた。今となっては彼の上に立つのはパートナーのレビーだけだ。レビーのおかげで落ち目の元子役ラマール賞は再び大衆の注目を集めた。仕事は絶えず人脈も広がり続け、ラマールはニューシティのトップスターに仲間入りしたのだ。花と拍手に包まれ、以前失ったもの、名声、金、地位、栄誉を全て取り戻した。彼が一言発するだけでファンは自ら金を落とす。彼が不機嫌そうな顔をするとスタッフは慌ててしまう。たった1年で彼は映画2本、CM4 本に出演し、業界のトップに上り詰めた。今となっては彼の上に立つのはパートナーのレビーだけだ。認めるよ、彼のおかげで俺はここにいられる。ラマールがグラスを握りしめるとその中の氷が音を立てる。でも考えてみてくれ、俺は彼のためにどれだけ稼いだと思う？いくら恩があったとしても十分返せたはずだ。今やラマールさんはニューシティのトップスターよ。もう恩返しなんて必要ないですよね。濃い化粧をした美しい女性がやってきてラマールのグラスに酒を注いだ。その通りだ、もう借りを返す必要はない。彼の方が俺に借りがあるだろう。これもダメ、あれもダメ、俺が稼いだ金を使っていいわけがない。ファンがどうしたって言うんだ。パパラッチなんて眼中にない。どういう理屈だ？アンセンメディアとの契約解除を考えたことは？ふん、ニューシティの芸能事務所はどこも同じだ。アンセンメディアを敵に回してまで俺を引き抜く意味があるか？そうかしら。ラマールさんはニューシティのトップスターなんですから、あなたがアンセンメディアの金のなる木ってことはみんなが知ってますよ。金のなる木か、いい言葉だ。賠償金は全額こっちが出す。レビー様が金を出すとき眉を潜めるのを見たことがあるか？あ、じゃあそれで時間があったらまた会おうぜ。これはレビーが今日受けた8回目の賠償請求の電話だ。そばの秘書は賠償が必要な相手とその額を記録し顔をしかめる。今年広報部が使う金は多額になるだろうと秘書が思っていると一通のメールが届いた。ボス、週刊誌の記者から写真が送られてきました。ラマールが女性と一緒にバー、カジノ、ホテルに現れた写真で女性は毎回違います。300万を払わなければすぐに公表すると言っています。動画もありますね。酔った彼がバーで人を殴っている様子を通りかかった人に撮られたみたいです。振り込んでやればいい。レビーはプレジデントチェアを倒して横になり手でライターをいじっている。今ラマールがどう対応すべきか教えるためにクリーンな方法で弁護士と広報チームを紹介してやれ。はい、ボス。レビーはそれ以上何も言わなかった。オフィスを出て自分のスポーツカーに乗ったがエンジンはかけない。代わりに個人用端末を取り出してある番号に電話をかけた。ウェイン、俺だ、レビーだ。あんたに話したいビジネスがある。安心しろ、絶対儲かるから。騒がしい世論が落ち着いて数日が経ち、ラマールが珍しくレビーを誘った。レビーがドアに近づくとスーツを着た弁護士のような男が現れる。レビーさん、早かったですね。こちらにどうぞ。レビーはオフィスに入った。半年前ならラマールはきっと立ち上がって彼を出迎えただろう。しかし今この新しいスターは満面の笑みを浮かべ落ち着いてソファーに座っている。レビーは腰を下ろすと彼に尋ねた。珍しいな、ビッグスター。俺みたいなパートナーのことを思い出すなんて。冗談はよしてくださいよ。あなたは何があっても俺の恩人です。忘れるはずがないでしょう。あなたは最近感染にいないし、俺も忙しかったので会う時間がなかっただけじゃないですか。レビーは手を振る。言い訳はよせ。さて要件は何だ？また俺に尻拭いさせる気か？いえいえ、ただ相談したいことがありまして。ラマールの顔に傲慢さがにじんだ。俺はアンセンメディアを離れて
ネービルエンタメに入りたいと思っています。なんだって？ネビーはショックを受けたような表情を浮かべる。あんた、ね、俺を裏切るつもりか？人は高きに歩き、水は低きに流れる。ネービルエンタメが俺の映画チームを作ってくれると約束してくれたので、高みを目指したいだけです。監督になりたいっていうのか？アンセンメディアみたいな小さい会社じゃ、あんたみたいな大物にはふさわしくないってわけか。忘れるなよ、あんたが1リスコインの価値もなかった時、手を差し伸べてやったのは誰だ？もちろん忘れていませんよ。何があってもあなたは俺を深淵から引っ張り上げてくれた人です。その恩は決して忘れません。ちなみに違約金は全額払います。その心配はいりません。なんといってもネービルエンタメはこの業界では待遇の良さで有名ですから、1ディスコインも書くことなくお支払いします。あんた覚えてろよ。レビーは怒り狂ってソファーから立ち上がり出て行った。ラマールはレビーの威嚇など気にしていない。ただの金持ちのドラ息子だ。それがどうした？ニューシティは放置社会だ。彼はリスクを冒して俺に復讐するだろうか？ラマールはそう思わなかった。オフィスを出たレビーはその顔から怒りを消し、軽薄な笑みを浮かべた。すると彼の個人用端末がタイミングよくなる。ウェインか、おめでとう。アンセンメディアの金のなる木が正式にあんたのものになったぜ。はは、お前が思い切って手放してくれたお金だよ。いい値段で株主たちもみんな喜んでいる。だがあいつの映画チームを作るっていうのはマジか。ああ、どうした？ふさわしくないと思うのか？いやいや、すごくいいんじゃねえか。ラマールは俺が今まで出会った中で一番監督の才能がある。デイナントかってやつより才能あるかもな。あいつをうまく使わねえと。何かよからぬことを企んでないだろうな。何言ってんだよ。あいつが映画を作るとき、俺も一枚噛んであんたたちと大金を儲けるつもりだ。ははは、さすがだな。2ヶ月後、ラマール賞の監督デビュー作ルームの撮影が始まったというニュースが業界中に広まった。手配した人員はもうそちらに向かいました。撮影現場はすべて順調です。2日後の記者会見もプロモーションも言われた通り準備してあります。秘書はラマールに映画の進捗を報告しながらレビーの表情を観察する。すべて順調と聞いてレビーは笑いが止まらなかった。待っててくれ、本当にすごい作品が撮れたかもしれないんだ。少なくとも絶対に面白い。ははは。秘書は黙り込む。なぜレビーが解約後もこれほどの大金をかけて裏切り者を助けるのか彼女には理解できなかった。そういえばあんた特に大切にしてるものってあるか？突然レビーはそう尋ねる。秘書が答える前にレビーは独り言を続けた。人間誰しも大事なものがあるはずだ。なかったとしてもそれはまだ気づいてないだけなんだよ。大事なものを手にしてるときはきっと楽しくて幸せだろう。ラマールのやつは今喜びに浸っていると思わねえか？